どうもこんにちは、キシロコです。今回はとある科学のレールガンに登場するサテン・ルイコを紹介したいと思います。ファンからはサテンさんと呼ばれています。このキャラは結構個人的にすごいキャラで、とあるシリーズを見たことない人からすると、まあ、三坂美琴やら白井黒子、職王美咲の方が認知度が高い気がしますが、とあるシリーズのファンからは超絶人気のキャラなんですよね。いろんな場所でレールガンの人気投票ってやってるんですが、その中でもサテンさんは常にトップ5に入ってるっていう印象があります。想像以上に結構人気なキャラで、とある魔術のインデックスイマジナリーフェストの人気投票イベントに関しては、インデックスの主人公上条さんを抑えてなんと4位にランクインしてるんですよ。いやいや、主人公を超えるのはやばいでしょって当時思いました。これ何がすごいかっていうと、サテンさんって禁書じゃほぼいない扱いされていて、レールガンの原作漫画で初登場した時も最初はモブキャラだったんですよ。そっからアニメでのメインキャラに採用されたり、そこで人気になったことをきっかけに原作漫画でも出番を取り戻したりと、完全に出世枠のキャラなんですよね。アニメの中でも外でもいろんなドラマを持っているすごい面白いキャラです。今回はそんなサテンさんの魅力を語ります。これに関してはサテン・ルイコを語る上で避けては通れない道ですね。1年前までランドセルを背負ってた女の子とは思えないと、アニメが放送されてからずっと思われているらしいですが、いやマジでこれはその通りだろうと思いました。まず声優が伊藤かなえさんのせいで、声に妙に色気が出ててすげえエロく感じますね。年齢が13歳で、53の知能より年下のはずなんですが、中学1年生でこのボディはちょっとね、やりすぎというか、まあ明らかに設定ミスと言いたいところではあるんですが、実は設定上ではバストの差はあのまな板と1センチしか変わらないんですよ。完全にこれはアニメの描写がぶっ飛んでるんですよね。アニメの制作者すら味方にしてしまうサテンさんの魅力はちょっと末恐ろしいと思います。またサテンさんは容姿に関しても他のレベルと比べて頭一つ抜けてると思います。ヤマトナデシコの精神を受け継いだ綺麗な見た目をしていますが、とあるシリーズの中では珍しくまともというか、言葉を選ばずに言うとちょっと地味な見た目をしてるんですよね。強いて言うなら頭に花をつけているのが少し変わっていると思いましたが、それを言うなら完全に頭がお花畑になっている方が隣にいるので、あんまり気にすることでもないと思います。さらに作中で派手に戦うわけでもないので、外見だけなら地味キャラとして扱われがちですが、それを全く感じさせないのがサテンさんのすごいところです。その原因はおそらく性格にあると思います。サテンさんの性格は基本明るいです。サテンさんのね、特徴づける要素を書き出してみましたが、もうここら辺を見ればもう一目瞭然。しかも一つ一つのシーンの印象も強く、一期の放送から10年以上経っていても三坂美琴に次いで未だに人気なのも頷けますね。そしてただ明るいだけではなく、女子力もめちゃくちゃ高いんですよ。性格面はほぼ完璧な人間なんですよね。ただほぼってことは、個人的には完全にポジティブなキャラってわけでもないと思ってます。明るい姿をたくさん見せてくれるサテンさんですが、実はそんなサテンさんは曇らせ属性が少しあるんですよ。サテンさんはメインキャラでは珍しいレベル0の無能力者で、学園都市という能力があるのが普通の世界に住んでいるので、コンプレックスを正直感じやすいんですよね。レールガンの他の主要キャラですが、一人はレベル5の超能力者、一人はレベル4のジャッジメント、一人はそのジャッジメントのスーパーハッカー、他の3人と比べるとサテンさんって特殊能力とかそういった要素を何一つ持っていないんですよ。とあるシリーズの1期の段階ではそういったコンプレックスがまだ根強く残っていて、とあるシリーズのキャラというよりはどちらかというと我々視聴者に近いキャラだったんですよね。このアニメを見た時は自分も学校の成績や部活動とかで他の生徒との差でコンプレックスを感じていた時期だったんで、ものすごく感情移入してしまいました。ここら辺の悩みは一期の段階で解決していて、それ以降はずっと明るいサテンさんを見られると思っていましたが、ここでね、3期にてフレンダの一件が絡んでくるんですよ。フレンダとは学園都市の暗部キャラ、アイテムに所属しているキャラで、危険な任務をこなす集団であることから常に死と隣り合わせの存在であるんですよね。そんなフレンダとサテンさんはなんと出会って仲良くなってしまうんですよ。最初こそはフレンダに対して好感を持っていませんでしたが、自分の作ったカレーを美味しく食べてくれたり、悪い連中にさらわれた時も助けてくれたりと、フレンダと仲良くなっていくんですよね、ここで。それでフレンダは来週にまたカレーを食べに行く約束をしますが、フレンダはあの麦のしずりに殺され、帰らぬ人となってしまうんです。サテンさんはそのことを知らないままフレンダの帰りを待ち続けますが、この時のサテンさんの表情が、まあたまらなくね、切なくてね、本当にたまらなく興奮しますよね。
今回はとある科学のレールガンのサテン・ルイコを取り上げました。正直すごい思い入れのあるキャラなんで、もっといろいろ話したいんですが、ちょっと動画の尺的にも長くなってしまうので、本日はここら辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。